が出てる夏のスペシャル情報。ガーディアンの皆さん、こんにちは。本格的な夏がやってきましたね。それに合わせてが出てるも様々なアップデートやキャンペーンをご用意しました。今回もまたマーク W3 がご案内をさせていただきます。私と共にが出てるの夏を楽しみましょう。青く澄んだ空、まばゆい陽光、砂浜に波の音、そんな海辺に響き渡る賑やかな声。そう、夏といえばバカンスです。最初の発表は、私マーク W3 が前回の活躍を評価されて、この夏より AAW3 として活動することになりました。なんと新しい衣装をいただいたのです。それだけではありません。この番組を上手に進行できたなら、夏の特別休暇もいただけるというのです。わーい、パチパチパチ。待ちきれずつい来てしまいましたが、いかがですか？かわいいですよね、こちらのコスチューム。アンドロイドの中でも一番人気のもので、これを着てビーチでバカンスを楽しむのをずっと夢見ていました。ようやくあのブラックな日々から解放されます。いっそのことこのままバカンスに入っても。いけません、お仕事頑張らないと。おや、なんだかビーチが騒がしいですね。人魚さんが困っています。あ、ソヒ様もいる。あわわわ、ソヒ様がドルフ様と喧嘩を始めてしまいました。お二人ともやめてください。このままではせっかくの私の特別休暇が。ソヒ様登場。大海原を渡り渡って商いをしているよろず屋のシアです。お客さんを待たせては一大事ですよ。あ、もう早くして。はい、うりゃー。みんなと仲良くすれば常連さんを増やすことができるんですよ。サマー、オーシャン、トロピカル、バケーション。新規短編集ロード・オブ・サマーは7月26日のメンテナンス後に実装されます。ソヒ様とドルフ様の夏色バトルの行く末はゲーム内にてご確認ください。そして新規短編集の実装に合わせて新英雄、海のよろずや、シアが同時に登場します。大海原を渡り渡って商いをしているよろずやのシアです。お客さんを待たせては一大事ですよ。任せてください、私戦い以外は全部得意なんです。モーターボートにだって負けません。そんなにおだててもおまけなんてしませんよ。ガーディアンテイルズ。シア様は毎年各地から様々な商品を集めてきては、夏の海辺で小さなよろず屋を経営しています。ところが今年はソヒ様たちの騒動に巻き込まれてしまい、お店は大変なことに。英雄としてのシア様は水属性のサポーターです。戦闘ではシア様は味方の体力を回復したり、敵からのデバフを解除することができます。それだけでなく、味方全体の防御力を上昇させるスキルも所持しており、味方が戦闘不能になってしまった時には残りのパーティーメンバーの体力を大幅に回復させることができます。さらに同時実装されるモチーフ武器を装備すれば、回復能力がより強化され、スキル命中時に味方全体の攻撃力が上昇します。シア様の獲得確率が上昇するピックアップ英雄召喚は7月26日のメンテナンス後から開催いたします。
お二人の喧嘩に巻き込まれて危うく進行できなくなるところでした。夏のバカンスのためにちょっとくらいの困難でへこたれるわけにはいきません。おや、海辺なのに都合よくラジオのスタジオがありますね。これは助かります。ではこちらのスタジオからキャンペーン情報をお知らせするとしましょう。7月26日のアップデートから特別なログインキャンペーンが開催されます。召喚コントローラーや夏にぴったりのコスチュームなどの豪華報酬が手に入るチャンスです。毎日忘れずにログインしてくださいね。またイベント期間中、アイテムの獲得量が2倍になるブーストイベントも同時に開催されます。これを機会に英雄をどんどん育成していきましょう。さらに7月26日のアップデートから最大50連召喚無料キャンペーンも開催されますよ。キャンペーンの他にも新機能の追加も欠かせません。こちらの映像をご覧ください。新コンテンツ、ボスラッシュ機能の実装が決定いたしました。ボスラッシュはシングルプレイ専用コンテンツです。シーズン中、自分が好きなタイミングで何度でもボスの討伐に挑戦することができます。ボスラッシュのボスには複数の難易度が設けられており、自分の実力に合わせてチャレンジすることができます。そして、ボスに与えたダメージ、もしくは討伐状況に応じて獲得したスコアによって、様々な豪華報酬を手に入れられます。さらに、ボスラッシュで獲得できるハンターの証を集めると、英雄の昇格に必要なアイテム、星のエッセンスなどのアイテムと交換できます。ボスラッシュには、毎シーズンごとに特殊ルールがあります。また、最大レベルのボス戦では、追加で試練を選択することによって、より挑戦的なバトルができるようになり、さらなるハイスコアを獲得できます。ボスラッシュは8月のアップデートにて実装する予定です。運営チームが言ってました。逃げたら1つ、進めば2つ手に入るって。実装後はぜひチャレンジしてみてください。新コンテンツに続き、1.5 周年で実装された遠征隊でも第2地域の第4から第6教区が開放されます。新ステージにはより強力な敵や心躍るような冒険が待っています。第2地域の開放と同時に鍛冶屋の機能もパワーアップします。そして新たに SR の遺物が登場します。第2地域開放後、より高いランクの遺物にアップグレードできる進化機能、レア度 SR 以上の遺物に使用可能なメインオプション変更機能が実装されます。遺物の機能の拡大によってバトルの幅はますます広がります。そして前回に続き、クララ様と仲間たちの過去の出来事が描かれた記録物も入手できるようになります。あの頃、一体何があったのか。私、気になります。遠征隊、第二地域もまた、8月更新予定で、5等級候補生になると解放されます。参加するにはちょっとハードルがありますが、でもそんなものでは、冒険への憧れは止まらないですよね。皆様、いかがでしたか？ボスラッシュと遠征隊の他にも様々な機能改善や更新が用意されております。引き続きアップデートについてはゲーム内やツイッターにてお知らせします。そしてイベント情報です。7月26日のアップデートでは夏のライブイベントが開催されます。また8月9日に夏を記念した
ロードマップイベントも開催。ロードマップイベントでは、覚醒リセット席などの豪華報酬を入手することができますので、ぜひゲットしてみましょう。夏のスペシャル情報番組は以上となります。引き続き、ガーディアンテイルズをよろしくお願いいたします。というわけで、最後に私からご挨拶を、おお、あれ、何か変な生き物がスタジオに、なんですか?ちょっと待ってください。まだ仕事は完了してないのです。ちゃんとやらないと、私の特別休暇が、お願いします。侵入成功。大丈夫かな。心配ご無用。これからは、私たちの時代よ、アストリア。